第5項、GUI のマル抜ゲームを作ろう。今回は前回作った CLI のマル抜ゲームを GUI ウィンドウで遊べるゲームに作り変えます。まずは今回作るアプリケーションについて説明をします。こうしたウィンドウのマル抜ゲームを作ります。 各マスはボタンになっていてクリックすることで処理を行うことができますそして各マスに丸や×が表示されます今回のアプリケーションの作り方を説明します Python の標準 GUI の t k i n t r を使いますそしてウィンドウを作り 3×3 に ボタンを並べ、ボタンを押した時の処理を作ります。また、ボタンに表示する文字を変更して盤面を更新します。まずはウィンドウとボタンを作るです。tk インターを利用する基本的な流れを説明します。まず、インポート何々と書くと。 その名前のプログラムの部品、モジュールやパッケージを読み込むことができます。また、インポート何々アズ何々と書くと as の後に書いた名前で読み込むことができます。実際のプログラムでは、インポート TK インター a s tk と書くことで tk インターを tk という名前で読み込みます。そして tk。 大文字の TK と書くこの際の戻り値をルートという変数で受け取り tk インターを使った処理をいくつか書き最後にルート .mainloop と書くことで tk インターの実行を開始します。 この流れは t k インター n t ー r を利用するときの基本的な流れになりますそして t k インター n t ー r の処理を書くところで多くのボタンを作ったりボタンの処理を書いたりそういったことをしますそれでは少しプログラムを確かめてみましょうプロジェクト1の 5GUI の 1WIN ディレクトリーを開きます そしてメインパイを実行します。それでは実際のコードを見ていきましょう。VS コードでプロジェクト1を開き、5GUI の 1WIN のメインパイを開いたところです。先ほど説明したように、インポート t k i n t ー、as TK と冒頭に書き、その後、 tk. 大文字の tk. 丸括弧を実行して戻り値を変数ルートに得ています。そして最後にルートメインループ丸括弧で tkinter の GUI としての処理を開始しています。この間にある部分が tkinter を使ってインターフェースや処理を書いている部分です。 まずは、ウウィンドウを作る部分です。ルートタイトルではウィンドウのタイトルバーに表示される文字を設定します次に横幅と高さと画面内の x 位置と y 位置を用意しますルートドットジオメトリーこの関数の引数を設定することでウィンドウのサイズや位置を決定します こうした横幅と高さを X でつなぎ、X 1と Y 1をプラスで書く書き方は、他のソフトでも時々出てきます。続く、ルート・リサイザブルは、ウィンドウをリサイズ・サイズの変更を行えるかどうかを決定する命令です。ここでは、フォルス・フォルスと設定して、 リサイズをできないようにしています続く root.config というのは設定を追加する命令ですここでは BG、バックグラウンド、背景の色を設定していますこの色の書き方はウェブページなどでもよく出てくるものです R、G、B の色を設定して背景の色を設定します 次はボタンをクリックした時の処理を関数として用意しておきます。ここでは「プッシュ」という関数を用意してプリント文を利用して画面に「プッシュ」と表示するようにします。続く部分ではボタンを作成しています。まずフォントの設定を用意します。フォントの種類、サイズ、そして 表示の設定です。そして、tk. ボタンの命令を利用することで、ボタンを作ります。このとき、第一引数にルートを設定します。そうすると、このルートのコオブジェクトとしてボタンが作られます。テキストは、表示するテキストになります。そして、コマンドのところには、関数の名前を指定します。 こうするとこのボタンをクリックしたときにこの関数が実行されます。またフォントとしてフォントの設定をここに書き込みます。最後にボタン・ドット・プレイスと書いてボタンの位置や大きさを指定します。ここでは xy を50にして横幅と高さをそれぞれ400と200にしています。 最後にルートットメインループと書くことで GUI が始まりますそれではこのプログラムを実行してみましょうメイン Py を右クリックしてターミナルでディレクトリーを開きますそして Python-main.py と書いて実行します そうすると、このように GUI が表示されます。タイトルにゲームと書いてあり、サイズと位置が指定されていて、さらにボタンが表示されています。このボタンにはプッシュと表示されていて、クリックするとプッシュと表示されます。こうした短いプログラムで GUI のアプリケーションを作ることができます。 ここで少し雑談を行います。TKINTA という不思議な名前について説明します。TKINTA は t k インターフェースの略です。TK は TickleTK のことになります。Tickle はスクリプト言語の一つでツール・コマンドランゲージの略になります。また TK は GUI ツールキットの略です。TickleTK は プラスプラットフォームの GUI ツールキットです。TK インターは内部的にこのティクル t k を利用しています。次は盤面を作るです。実際のゲーム画面に使えるような 3×3 の盤面を作ります。盤面の作り方について説明します。 まずににボタンをを並べままますすこれは先ほどと同じようにドットプレイスを使って配置します、ま、たボタンの数が増えましたのでどのボタンを押したかを1つの関数で判定するようにします前回はコマンドで関数を登録しましたが今回はバインドという命令を使って関数を登録しますこの時 ボタンンリリースハイフと書きますこれはボタンを離す1は左ボタンという意味になります。このように書くことでボタンを離したとき左ボタンを離したときにこの関数を実行するという登録になります。そして関数では引数でイベントを受け取ります。こののイベントの ネームの値を読み取ることでそれぞれどのボタンを押したかを判定するようにしますこのやり方についてはコード内でまた改めて説明しますそれでは実際のプログラムを確かめましょう今度は2ボードのメインパイを見ていきます VS コードでプロジェクト1を開きます。そして、5GUI2 ボードのメイン .py を開きます。こちらがそのコードになります。どのような画面になるのかを確かめるために、まずは実行してみましょう。メイン .py を右クリックして、ターミナルでディレクトリを開きます。 そして、Python メインドットパイを実行します。このようにウィンドウが表示されます。そして、クリックした場所の数値が表示されます。それでは行動を見ていきましょう。基本的な流れは前回と同じです。TK-Inter を、 tk という名前でインポートして、ルートを作り、ウィンドウを作り、ボタンをクリックしたときの実行する関数を作り、ボタンを作り、最後に GUI を開始します。まずは、ウィンドウの作成です。最初に、X y W、H という変数を用意して、200、100、600、600という値を代入します。このようにまとめて変数に値を代入する方法もあります。こうした方法については、次の文法のところで詳しく説明しますので、今こういう書き方もあるという把握で良いです。